皆さん、こんにちは、こんばんは、ということで、8本目になりますかね。この、やらせ富田林逃走事件ですけどもね。再逮捕、過重逃走容疑、飛田純也容疑者30歳ですね。もう8本目、ですけどもね、本当この事件ね、見ていて、本当バカバカしくてね、動画撮る気にもなりませんね。しかしね、まだ、騙されてる人っていうのもね、中にはいらっしゃるかと思うんでね。まあ、これが最後になるかと思いますけども、一応動画を撮っておきたいと思いますね。彼らがね、どういうことをやってるのか、ね、どういう嘘をついてるのか、どういうやらせ事件をやってるかっていうのをね、一応ね、ウォッチしておきたいと思います。過去にもね、こういったやらせ事件っていうのはね、たくさんありましたけどもね、これから先もね、似たような事件、やらせ事件はね、増えていくと思います。ね。まあ、こういうね、やらせ事件っていうのはね、毎回、同じパターンですね。まるでマニュアルがあるかのようにね、同じストーリーですね。同じ展開ですね。まあ、この、イルミナティね、フリーメイソンリーとか、この辺のね、サインやシンボルがね、必ずシナリオの中にね、導入されてますからね、そういうところを注目してみるとね、判別しやすいと思います。今後のね、参考にも、なるかもしれませんのでね、今日はその記録を取っておきたいと思います。富田林逃走、バリカンなど容疑者所持品公開、盗んだ可能性。大阪府警は10日、大阪府警富田林署から、逃げたとして過重逃走容疑で逮捕された無職、飛田純也容疑者30が、逮捕時に所持していた物品のうち盗んだ可能性が高い計36点をホームページで公開した。服や靴、腕時計、サングラス、リュックサック、ガスバーナー、DVD プレイヤーなどの写真が掲載されている。後で飛びますけどね、このバリカンやガスバーナー、水中メガネ、飛田容疑者の所持品の数々とありますね。飛田容疑者は、山口県周防大島町を訪れた際、住民らに素潜りをして牡蠣などを取ったと話しており、所持品には水中メガネやシュノーケル、マリンシューズがあった。携帯用のラジオ付きテレビもあり、飛田容疑者はニュースをチェックしていた可能性がある。府警はこれらの物品について、飛田容疑者が逃走中に盗んだ可能性があるとみて、裏付けを進めており、心当たりのある方は連絡をと呼びかけている。ほんとバカバカしいですね。36ね、100点ぐらい、確かあるという話、シナリオになってますけどもね。こういうとこでもね、マーキングしてます。サブ618。18はね、666にありますからね。こういうのをね、マーキングしてます。相変わらず。以前ね、前回か、動画上げてましたけどもね、吉沢瞳容疑者、飲酒運転で被害者を吹っ飛ばす決定的瞬間とありますけどね、このフライデーの捏造映像ですね。捏造 CGI、加工動画、ね、決定的瞬間映像。これにもね、サブ6がマーキングされてました。ここね、33333で、サブ6がマーキングされてます。ね、これも加工ですね。周りのね、光の反射具合とね、全く違いますね。合成されてます、これね。他の合成もね、前回、暴露しておきましたけどもね。こういうふうにね、サブ6はマーキングされます。必ずね。サブ6というのはね、トリプル6ですね。獣の印、になりますね。反キリストのね、印ですね。ちょっとね、小さくて分かりづらいかもしれませんけどもね、このフライデー、ね、フライデーっていうのもね、数比で調べるとね、ピタゴラスで36になります。699の417ですね。699、417。はい、これ合計するとね、36が出てきます。ここにね、ピースマークの、ヒダジュニアが着ていたシャツですかね。逮捕時に所持していた品のサイクル T シャツでありますけどね。ここにハピネスと書いてありますね。そしてピースマークですね。これ、後でも説明しますけども、ピースマークね、十字架、ね、キリストが貼り付けにあった十字架。これをね、反対にした形ですね。逆さずりにした形です。これがピースマークの意味ですね。それからハピネス。ね。ハピネスをね、数比で調べます。するとね、44という数字が出てきます。ピタゴラス。ね。ピタゴラス数比で44。そしてカルディアンで39ですね。これも39もね。3区27ですから、27、27ね、足せば9にもなりますし、そして3区っていうのはね、3×9 の999でしょ。で反対に、ひっくり返すと666になりますから。ね。そういう意味もあるわけです。この、道の駅にね、たくさん寄ってるみたいですけども、たくさん寄ってますよね。この、道の駅サザンセト島は、ね、英語表示でこういう風になります。サザンセト島は、ね、これ、合計するとね、ピタゴラス数比の44になりますね。44はね、たくさんマーキングされてますね。それからこれ33、緯度線上ですね、北緯ね。他に、上関ですね。上関、これ万引きしたとこでしたかね。この上関っていうのもね、44のピタゴラス数比ですね。防犯カメラに映ったのかな、目撃情報。他にもあります。44ね。周南市。確保された周南市。まあ、周南シティでも周南市でも一緒なんですけども。これもね、周南市っていうのはね、44数比になります。ピタゴラス数比ですね。ね、こういうふうにね、数比を揃えてきてます。この富田林市。富田林市ですね。富田林シティでもいいですけどもね。これも、44カルディアン数比になりますね。このシティでも書いてますね。富田林シティでもね、44のカルディアン数比になります。ね。この周南市44。ね。44、33をね、絡めてきています。そして、この、合流したね、この人も自転車盗んでた人ですか？同行者。ね。この人も44歳ですね。44のマーキングをしてます。ね。あと33はまた後で言いますけどもね。44はこんなとこでしたでしょうか。こんなところでしょうかね。大阪市生野っていうところがありましたね。大阪市生野区なんですけども、生野で、検索すると、44カルディアンですね、これもね。大阪市平野区かな。これも44カルディアンですね。あとは9669が絡んでいます。ね、シナリオはね、全部作られてますから。なのでね、こういう数字もね、いかようにでもね、絡めることができるわけですね。オカルト数を絡めていくことができるわけです。ね、こんなハピネスとかね、これも44でしたけども。すべてにおいてね、数字を絡めることができますね。その、所持品公開ですね。盗んだ可能性というね、36点がね、毎日新聞ですが、これに、アップされています。ね、これ何でしょう。オレンジ色。ね、時計が3つもありますね。時計が3つあります。そして先ほどのね、ハピネスですね。これも。いろいろ出てます。このクーラーボックスね。オレンジ色のクーラーボックス。珍しいですよね。これもね、オレンジっていうのは33数比になりますから。ブルーではなくて、オレンジを使って。アディダスですね、これ。アディダスね、3本線ですよね。ピラミッドのマーク。ね。これピラミッドのマークでもありますし、ね。3本線。ね、入ってます。3本、両袖にね。33という意味ですね。が、この時計。ね、全部を見るのはちょっと大変なんで、かいつまんでみましょう。ね。これは、合計してみてください。これ。ね。ちょっと合計してみましょうか。11プラスの18で29になりますね。上の方に10月3日のことでしょうか。10と3と書いてますけど。これ0を換算しないんでね。1プラス3ということにしてください。4ですね。ということは29プラスの4で、33になるわけですね。11プラスの18プラスの上の4ですね。4足すと33という数字が出てきます。これね。4。ここで4。ね、11、18。これで33ですね。で、ここでもそうですよ。この時計ね。これ11時30分をマーキングしてますね。ここに三角形のマークもありますけども。ね、これも、11時30分で 11× の3ですよね。それで33が出てくるわけです。もう一つ時計があります。ね。この時計。ね。ブループラネットと書いてます。これ。ね。ブループラネットと書いてますね。当てつけですね。フラットアースに対するね。プラネットっていうのは惑星ですよね。青い惑星っていうことでね、地球のことを表してるんでしょうけどもね。これはね、間違いですね。フラットアースが、平らな地が、正解ですから、丸くない地球ですね。平らな表面をした地、これが、今地球と呼ばれているものですね。これを見てください。ね。111で3でしょ。ここも3。ね。上は何でしょう、9プラス4で、13の意味でしょうかね。49にね、1、2、3、4、5、6を足すと、55にもなりますよね。こういうのをね、ゾロ目が出てくるわけですね。マスターナンバーですよね。112233445566778899とかね。先ほども申し上げましたけどもね、これキリストのね、貼り付けを、逆さずりにしたやつですね。そのマークです。そしてこのスマイル。ね。スマイル。スマイルっていうのは、ピタゴラスで22ですよね。数比が。そしてこのピース。ピースっていうのは、カルディアンで22になりますね。ね、22、22がマーキングされてるわけです。ね、合計すると44になりますよね。それで、この7言いましたかね。アルファベット順でも7番目ですけども、ピタゴラスでも7番目になりますね。7番目の数字、アルファベットっていうのは、G になりますね。これフリーメイソンリーの、G ですね。ロゴに入ってますけども、あの G をね、ここでマーキングしてるわけですね。そしてこのスマイルですね。キリストが貼り付けにあって嬉しいというね、そういう、反キリストのマーキングですね。このスマイリーフェイスですね。このスマイリーフェイスっていうのもね、ニコちゃんマーク、ニコニコマーク、スマイルマーク、なんか言いますけども、これもね、数比で、スマイリーフェイスで、計算すると、ピタゴラスで44になります。それからこのフリーメイソンリーのね、シンボルマーク。直角定規に、コンパスですね。square and compasses ですかね。これ、石工職人のね、名残、とも言われますけどもね。これ、コンパスで丸を描きますよね。そしてこの直角ですよね。これってフラットアースの意味も含まれてるんですよね。ね、コンパスで円を描くとね、こういう風になりますよね。そして、中心はね、北極になります。ね。真上にはね、北極星があります。ね。そして星はね、北極星を中心にして、回っていますね。そしてこの直角定規というのはね、これは、オーランド・ファーガソンの、イメージ図ですけどもね、フラットアースの。まあこういうふうな、聖書の世界ですよね。こういうふうな直角のね、形を表してるわけですよね。このフリーメイソンリーのロゴね。ちょっとこの、ファーガソンのやつはね、ここお椀型になってますけどもね、実際はね、平らです、ね。周りは南極ですからね。正確とは言えませんけどね、だいたいこういう感じですね。こういう形。これは Gleason's Map ですか。Gleason's って書いてますかね。おそらくこういう形ではないかというふうにね、言われてます。何回も言いますけどもね、国連、ね。これもフラットアースモデルを使っています。それから、33枠ですね。33の枠に、仕切られています。真ん中も合わせますね、これ。こういう星のね、軌跡を見てもわかりますけども、ね。北極星を中心にしてね、回っています。ね。上の方が回ってるんですね。こちらが止まっています。自転のスピード、時速1600キロ、赤道付近ですか？まあ、1700キロぐらいですかね。それから公転が、時速10万キロでしたか。そして、太陽が銀河を回るスピードね。これ時速、考えられませんけども、80キロ。あ、80キロじゃ、ごめんなさい。80万キロですよね。時速80万キロ。ね。このスピードでね、複雑な回転をしてるわけですけども、私たちが見る星っていうのはね、夜空の星の軌跡がね、こういう風にね、北極星を中心にして綺麗に、ね、何千年と、同じ回転をしていますね。ね、こういう回転をしています。これはね、こちら側が回っていたらね、こういう風景は見れないんですね。こういう星のスタートレイルって書いてますけども。スタートレイルですかね。これはね、見れないんです。ね。こちら側が複雑な回転をしていたら、見えません。もしね、その回転で見れるとしたら、もうこういうぐちゃぐちゃな星の軌跡になってるのではないかって言われてますね。場所場所によってね、パースペクティブですね。見る視点によって、まあ、形は異なりますね。そのいる場所によってね、見え方は変わります。今の天文学ではね、北半球、南半球ということになってますけどもね。このフラットアースではね、北極星、中心に近い方がね、まあ、この丸い回転が見えるわけですね。それから遠ざかっていくに従って、こういうふうにね、ラインがなだらかになっていくわけですね。これも、見え方の問題ですね。北極星に近い方は丸い回転を見えますけども、こういうふうにね、ラインが変わってきます。ね、遠ければ遠いほどね、見え方がね、ちょっとこういうふうに、まあ、逆回転に見えたりとかもしますね。平らな地球から、平らなフラットアースから、ね、丸い地球、太陽中心説にね、貢献した人たちですね、過去にね。ピタゴラスもそうなんですかね。こうやってね、定規とコンパスあります。直角定規とコンパス。コペルニクス、ガリレオ、ね。コンパス持ってます。定規持ってます。直角定規ね。ケプラー、ね、ニュートン、ね、こういうふうに、握ってますよね。ね、フリーメイソンリーのね、このシンボルですよね。それから、このオレンジのね、オレンジ色のクーラーボックスですけどもね、必ずやらせ事件にはね、このオレンジ色がね、登場します。なぜかといえばね、このオレンジ。オレンジっていうのはね、ピタゴラスで33数比になるからですね。海外の事件でもそうです。このオレンジ色が出てきたらね、象徴的に出てきますね。オレンジが出てきたらやらせ事件だと思っでいてください。富田林逃走、バリカンなど容疑者所持品公開、盗んだ可能性とありますけどもね。百数十点あるうちのね、たったの36点しか公開していませんね。まあいろいろ鍋とかいろいろフライパンとかありますけども。これ見ていてね、ちょっとおかしいなと思いませんか？何か足りないなっていうものがありませんか？サイクリングを、趣味としている人たちはね、すぐ、気づいたかと思います。ね、あれないなーっていうふうにね。1000キロもね、移動していたっていう話になっていますよね、シナリオでは。するとね、結構ね、お尻が痛いです。1000キロもね、まあ普段そういうことをしていない人がね、長距離をね、サイクリングしようと思ったら、お尻が痛くなります。ね。そうです。パンツがありません。サポーターパンツですね。なぜかね、この、所持品の中には、サイクリング専用のね、サポーターパンツ、パッド入りのね、パンツがね、なぜかありません。こういうインナーでね、シリコンパッドが入ってたりするやつがありますけども、ね、こういうの履いていないとね、もうお尻が痛くてたまりません。ね。こういうのを履いてなかった。というのだけでもね、ほんと、リアリティに欠けますね。そしてなぜね、たったの36点だけしか公開しなかったのか。ね。手袋なんかもね、なかったんじゃないでしょうか。ね、公開されてなかったんじゃないでしょうか。そういうの買ったとでも言うんでしょうかね。こういうね、シリコンパッド入りのインナーがね、ないっていうのもね、ほんと、リアリティに欠けます。ストーリー、シナリオね。やらせシナリオ。この前も言いましたけどもね、この、ね、顔、ね、常にサングラスをしていたっていうのにね、日焼け跡がね、見当たりません。ね。だいたいこういう風にね、黒くなるかっていうのもね、疑問ですけども。まあ、この目のあたりにね、日焼け跡が全然ありませんね。こういう話もあります。捜査関係者によると、飛田容疑者は8月30日、高知県須崎市の道の駅。ね。そうです。カワウソの里、須崎を自転車で訪問と。午後11時頃にトイレで洗濯していた際に、職務質問を受け、偽名を伝えたとみられる。飛田容疑者は大阪府で盗んだ自転車に乗っていたが、警察官は防犯登録番号などを紹介せず、職務質問を終えた。ね。警察官が職務質問をしていたと。ね。逮捕後の写真や映像を確認した警察官らが上司に申告して問題が発覚したという。ね。これストーリーがね、もうわかりますよね。カワウソの里須崎ですから。ね。もう嘘が入ってますよね。ね、こういうのもね、すべて、ありえない話ですよね。こんだけ話題になってる、ね、飛田容疑者をね、警察官が知らないと指名手配になっているね。こういうのもね、偶然に偶然が重なる、やらせ事件特有のね、シナリオですね。48日間、逃走続けててね、誰も気づかなかったと。誰も通報がなかったと、その間にね。懸賞金もかけられていたっていう話ですけどもね。こういうのもね、偶然が重なるね、やらせストーリーならではですよね。それからこういう話もありますね。この飛田純也がね、愛媛県庁の自転車新聞化推進課を訪れていたことが捜査関係者の取材で明らかになったと。ね。日本一周中と印刷された紙を職員に作ってもらい、サイクリング用の地図ももらったと。ね。なんで気づかなかったんでしょうかね。捜査関係者、愛媛県によると、飛田容疑者は8月24日、県庁を一人で訪問し、今自転車で日本一周中です。おすすめのルートはどこですかなどと尋ねたと。職員は県内で人気のサイクリングロードを記した地図を提供。さらに日本一周用のプレートが欲しいという飛田容疑者の依頼を受け、日本一周中という文字や県のイメージキャラクター、みきゃんが印刷された紙をラミネート加工して渡したという。ね。飛田容疑者は全国に指名手配されていたが、逃走時とは異なる短髪で日焼けしていたといい、職員は本人とは気づかなかった。ね。ありえますか、これ。ね。ありえます？皆さん信じます？このストーリー。ねえ。これは同行者ですね。同行者の、インタビューとかね、なぜかありました。ね。44歳、ね、44マーキング。ね。この人もね、黒と白の姿ですよね。これフリーメイソンリーのね。ロッジの床ですよね。その色を使ってます。そして、この長さですね。1分31秒、ね。これも113ですよね。33の意味です。11× の3ですよね。33になります。ね、腹立たしい、ね。自分も自転車を盗んでいたっていう、人間でしたけどもね。見てください。ここもね、44。マーキングされてますよ。こういう風にね。そして、ここもね、113に。44ですから。ね。もうやらせっていうことをこういうところでもね、言ってるわけです。数字ですね。もう重要です。富山交番襲撃。元自衛官を。強盗殺人容疑で再逮捕とかね、こういうニュースも流れてましたけども、こういうのもね、33秒です。ね。こういうのも似てますね。富田林の、字と、そして山口で見つかったわけですけども、山口県警でしたかが逮捕したんですよね。富山とね、今度の富田林とかね、逃走もね、絡んでます。ね。33のマーキングです。やらせです、こちらもね。交番襲撃。こちらはね、8月30日、高知の道の駅ね。これは田野駅屋っていうらしいですけども。こちらでね、工作員が撮ったとされる、ね、飛田純也の映像です。一般人じゃありません。工作員が撮ってます。撮影された動画。日本一周してる自転車がおります。これね、オレンジ、マーキング33ですね。あとこれ、四国88箇所、ね。88っていうのはね、HH の88でしたからね。そして、このピラミッドのマークですよね。イルミナティ、フリーメイソンリーのね、マーキングです。この方です。ね。この、サインですね、ハンドサイン。これバフォメットのハンドサインですよね。男は顔を隠すような素振りを見せる。48日間逃走を続けた飛田純也容疑者とみられる人物だ。白い自転車には大量の荷物。日本一周中と書かれた紙が貼られていた。動画を提供してくれた男性は男からこんな話。高橋っていうのもね、数比で言えばピタゴラスで33数比になります。をされたという。会社を辞めて和歌山から日本一周やるよ。で、お遍路さんの帽子があるな。あれをかぶいておったらね、お遍路さんが泊まれるお寺やらがあるじゃん。ああいうとこで泊めてもらったこともあるっていう。ね、こういうふうに別の意味をね、私たちにね、すり込みますけども、これ、イルミナティの意味なんですね。シンボル、サインとシンボルを使っています。オレンジも33です。この撮影したのも高橋、33ですね。強制性交などの罪で起訴され、会社を辞めて、和歌山から日本一周やるよ。で、お遍路さんのね、それからこの後ろ見てください。これミッキーマウスですよね。ミッキーマウスね、MM ですから。MM をまた横にすると33になるわけですね。完璧な工作品です。48日間ね、逃走を続けていて、ね、動画があるのはね、これ一つだけですね。この、高橋正信さんか。ね、この工作員による、動画たったの一つだけですね。それからこの目を隠すサインね、ピースサインにも見えますけども、バフォメットのサインですね、これね。バフォメットのね、この、右手の方ね、見てください。ね。飛田純也と同じ、サインをやっています。ね。それからね、皆さんがするこの、ピースサインですね、平和を願うサインというふうに一般的には知られていますけどもね。裏の意味ではね、悪魔崇拝のね、サインになっています。直撃ライブグッディにね、この吉川祐二がね、出ていたみたいですけども、この人が出てきたらね、間違いなくやらせ事件ですね。サングラスは外せと言ってもつけていたと。ね。その割にはね、サングラスのね、日焼け跡は、見えませんね。一方ね、この、4月の脱走劇、平尾達馬受刑者ね。こちらの方はね、顔は真っ白血形ですね。海を泳いで渡ったとかいう話がありましたけども、ね、顔は真っ白血形です。こういうやらせ事件というのはね、ストーリーがリンクします。過去のね、この平尾達馬容疑者の脱走の時にはね、グランツール瀬戸内2018というね、自転車のイベント、これがね、中止されてます。ね。まあ、この舞台はね、瀬戸内しまなみ海道に、なってますね。その周辺を自転車で巡るという、イベントでしたけどもね。これも、過去のね、ストーリーとリンクしてるわけですね。大きな嘘をね、何度も、繰り返し言われるとね、洗脳されますから。こういうのに、気をつけましょう。